ます。顔演楽しかったですか。ありがとうございます。劇場でした。劇場の公演でした。劇場公演でした。ありがとうございました。ユニットはジャンヌダルクでした。ありがとうございました。パズドラは何の曲がおすすめ？中盤曲がおすすめです。これありがとうございました。ジャンヌのセンター良かったですか？ジャンヌ、そう、ジャンヌのセンターがしたんですけど、今日のダンスかっこよかったですか？ありがとうございます。そう、見送りでもね、たくさん行っていただいてね、ずっと嬉しかったですよ。ソロビカンとかオンデマとかなんか来てくれた人、ありがとうございました。命の使い道の顔が怖いって言われて嬉しかったです。ラーメンじゃあ、あ、そう、めっちゃ怖かった。そう、すごいね。そう、ラーメンがついてるのに可愛かった。関心本当にあった。じゃあ、なんとしてか目が合っちゃうんですか。ああいう系統が好きなのかな、わかんないけど、ゆこいキャンプ中入りました。おめでとうございます。おめでとうございました。この後オンデマ、オンデマね、私あんま映ってないんですよね。そう、オンデマって私あんま映ってないんで、そう、映ってるか分かんないんですけど、そう、まあまあ見てください。見ていただいて、うちは水ね、私の、私単独のうちわが単独のうちわがあってね、すごい進化したなって、進化したなって言ったら失礼ですけど、そう、すごい一歩一段階上がったなと思いました。ありがとうございます。今日投げたけど、今日投げたです。今日はサッキーさんやユイリーさんの先輩方がいらっしゃったので、まあ難し、当たるのは難しかったんじゃないでしょうか。ワインヤグラスをする思った本当ね、あの単独2人から単独になったからレベルアップして、ほんと2回くらいやってくれ、ありがとうございます。妹もお金の可愛いって言ってました。本当ですか？私なんて本当に中の下中の下です。そう、次12位なので、12の2回公演です。次はパジャドラです。曇りの、あ、くすぐし、見て曇りの一番、そう、可愛かったよ。明日はさて、仕事で11日、明日は、あ、券あるの。命を使いますみたい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日クマと佐藤しおりと倉本美優にちゃんに、すごいね、そう、命の使い道いいよって褒められたから、ありがとうって言ってた。そう、倉本美優ちゃんは嘘かもしれない、半分嘘かもしれないけど、そう、私のご機嫌取りで言ってるのかもしれないけど、そう、嘘かもしれないけど、本番前、岡田のね、岡田のダンスの映像とか見てきてるよって言ってくださるって言ってくれるからね。そう、そのおかげで私は機嫌がいいです。さあ、明日握手会なので、おしまし使えないので、ありがたいことでおしまし使えないので、私の件も、まあ、他のみんなも、皆さんもおしまし結構使えないところが多いので、ね、件をおしましに使うっていうことは多分ないと思うんですけど、そう、マシン使うってことはないと思うんですけど、セリフ言う順番は名前の順ですかね。そう、名前の順だと思います、多分。そう、見送りでおかげちゃうし、ニヤニヤしちゃう、ニヤニヤで、私のうちは見てニヤニヤしてる。あ、してくん、ありがとうございます。
それを使えないので、本当に本当におしましに使う、本当私の剣って本当におしましに使われがちなので、おしましまたは干されに、または干される剣がちょっと干されてしまってるので、私いつもそう本当に、はい、一応浴衣って決まってるので、はい、剣持ってる人はおしまし使えないので干されちゃうと本当に滑走路になってしまうので、いつも通りの滑走路になってしまうので、持ってる方はいやいやいやじゃないです。剣持ってる人は本当に、剣持ってて用事とかない人は本当に来ていただかないとですね、本当にもう滑走路になってしまうので、おしまし使えないで干されちゃうと本当に滑走路になっちゃうので、そう、私じゃない、ご時間ありがとうございます。うちは浴衣って決まってるので、そう、3日間ともおしまし使えないのはありがたいんですけど、本当に毎回ね、あのおしまし使えない日って大体なんか滑走路なんだ、滑走路というか滑走路なんですよ、おしまし使えない日なんか滑走路だだね、そうだから、そう来てください、そう、多分印刷ミスでおしまし使えないってなってるのかなって思ってるほどちょっと知ったんですけど、本当にそう、本当に急に使えなってしない、本当に急に使えなってしないですね、本当におしまし使えない日って私滑走路なんですよね使えてもあれですけど、次はグジデビューしてください、ぜひ、本当にね、そう、そう、本当に私の剣持ってる人は本当に来ていただけて、グジ楽しみ、はい、私の剣持ってる人は本当に来てください、グジに来られてありがとうございます、本当に優しいね、本当に本当に優しいです、本当に優しいですね、10時1枠ですか、ありがとうございます、本当にとね、476部か、そう476部です、3日間で、ねえ、干さないで来てください、本当に、本当に本当に全部おしましか、おしましに使われるか、シンプルに干されるか、シンプルに干されるかいかないから、そう、それ嬉しいんですけど、おしまし使えないのありがたいなって思うんですけど、やっぱりね、あの今までの経験を見るとさ、あれなのかなって思っちゃう、そう、昨日劇場でパワーもらいました、本当ですか、ありがとうございますありがとうございます握手会周辺で遊んでない、遊んでないです、握手会周辺では遊んでない、全然握手会会場周辺で遊んでたらちょっと危ないので、そう、そう、全体的におしまし使える人少ないから、おしましに行くっていうのは多分ないと思うんですけど、そう、本当に、え、このレーンっておしまし使えないんだよねっていうおしまし使えないんだよねって疑っちゃうほどですね、おしまし使えない割にはっていう感じなんで、本当にそう、本当に私の剣持ってる人は本当に来てください、本当にね、よろしくお願いします、本当に、
で、チラ見せてくれ、ありがとう。ありがとう。あの、なんなら並んでくれてもいいんですよ、本当に。並んでくれてもいいんですよ。レーン前で涙を流そうと。え、いいやん、いいやん。レーン前に来ていいよ。そう。おしまし使おうと思って、おしましやったら行こうと思ってた人は、本当にレーン前で、レーン前に来ていただいて、そう。もしかしたら私が見えるかもしれないので、そう、並べる、本当に並べる、並べる。だいぶ先のアクション、ありがとうございます。並んで、あの、試しにチケット出してみることもありがとうございます、本当に。本当に明日人来るのかな、明日本当に。仕事休んでいいよ。いやー、それはそう、仕事は大事。用事がある方は、用事はね、どうしてもでき、仕事はどうしてもできて。しましさせてください。いや、全然いけますよ、全然いけますよ。全然いけますよ。本当、そう、で、試しにレーン前に来ていただいて、そう、おしまし使いたかったって人は、おしましできたかったって人、試しにレーン前に来てみれば、え、本当におしまし使えないのみたいな感じになると思うので、そう。そしたら、そう。そう。私的にはそう、私の券持ってる人はちゃんと来てほしいんですけど、そう。ちゃんと来てほしいです。あの、おしましに使えるメンバーが多分いないと思うのね。あんまりおしまし使える人いないので、おしましに使うってことは多分ないと思うんですけど、さんの件なら間違っていてくれるかもね。ガラナナさんね、名前が似てて、ちょっと握手会で苦い思い出を何回かしたので、うん、いけない人たちも楽しみ、いいこと言ったね、いいこと言ったよ、確かに。明日は何を着るの？あの、名前の通り浴衣です。メンバー全員浴衣です。浴衣祭りって書いてあるので、明日ちゃんとありがとうございます。そう、おしまし使えないんですよ。なんでか知んねえけど、おしまし使えないんですよ。レーン、あ、違う、なんかファンの人とかじゃなくて、あの、まあ優先レーンに行くときに、本当は岡田奈々さんなんですけど、スタッフさん、バイトの方かな、バイトの方が多分間違えて、私を呼びに来ちゃったんですよ。私は呼びに来ていて、優先レーンに行って、ありがとうございますって言ったら、そのファンの方は、え、誰こいつみたいな感じでされて、で、その近くにいたスタッフさんも、こいつじゃねえよみたいな顔されて、違うよみたいな、こいつじゃねえよっては言ってないけど、そんな顔されて、ごめんなさい、間違えました、すいませんってすごい言われた。あ、全然大丈夫です、ごめんね、名前が似ててごめんなさいって思って、ごめん、名前が似てて申し訳ないです、はーい、で、そのスタッフさんめっちゃ謝ってきた、謝られるのも辛いですって思って、はーい、名前似ててごめんねーつって、ですよねーつって、名前似ててごめんなさーい、
いや大丈夫ですよく間違えられるのでとは言ったんですけど、そうよく間違えられるので大丈夫です似てますよねそう似てますよね大丈夫ですはーいって変えました。スタッフさんにおしましOKにしてほしいんですけどね、おしましOKにしてほしいです。本当にOKにしてほしいんですけど、本当に明日一空気がしないです。本当にバイトの人が分かんない、スタッフさんのかな。でも間違いは誰にでもあるので、確かに私の名前が似てたのが悪かったんです。はい、偉大な先輩と私が名前を似てしまったことが悪かったんです。私が悪いんです全部。はい、ただこの名前が嫌いっていうわけではないです。この名前は好きですよとても。そう、なんでおしまし使えないんですかって話ですね。そう、山田奈美さん、山田奈美さんレッスン場でお会いしました。そう、おしまじいね、嬉しいんです、なんかありがたいなと思うんですけど、そう、ありがたいなと思ってるんですけど、おしましね、ありがたいなと思うんですけどね、来ないから。そうそう、15日目でありがとうございます。あら、ありがとうございます、ありがとうございます。ニックネームはすぐ覚えられます。はい、ニナって名前は本当に良い名前です。本当にあのこのような名前をつけてくれたご両親には本当に感謝をしています。とても良い名前です、ありがとうございます。このような素敵な名前をつけてくださりありがとうございました。はい、自分の名前が嫌いなわけではないです。明日は浴衣だから人いっぱい来る。そうなの、そう言ってくれます、ならよかった来てくれることを願います。本当に綺麗な毛の上だよ。好きなケータリング特にないです。別に食べ物だったら何でもいいです。何色が着たい、何でもいいです。別に私は別に何でもいいです。私の名前の似てない、あんたのフルネーム知らないよ知らないよ知らない知らない、でも似てるのね。確かに何の報告ってなるけど、浴衣2日間違うんじゃない、違うと思います。はい、ちょっとなんかいっぱい来るでしょ。それはどうかな、それはどうですかね、それはどうですかね。明日はアリナちゃん見つけるよ、私バイト頑張ってくる、本当にありがとうございます、ありがとう、バイト頑張ってください。ね、本当にね、そう本当にそう、しまし使えないから来てください、本当にそう、しまし使えないから、本当に私の剣を持ってる人は来てください、来てくださいね、用事がない方は剣を持って、かつ本当に浴衣なので、そう浴衣映えする顔なので、ドゥプしますか、優しいですね、本当にそうやって言ってくれる人と全員と本当にツーショット撮りたいです、本当に。うん、多分ツーショットだよね明日、わかんないけど、わかんないけど、わかんないけどね、わかんない、多分ツーショットだった気がする。
当に全員とツーショット撮りたいです。もうなんなら無抽選でいいと思います。パチャドラで締めると決めた。パチャドラたくさんあるからね、本当に。明日生写真さん、明日生写真ですね。あ、でも全員に、本当に全員に生写真あげるよ、本当。全員に生写真あげたい、本当に。生写真ですね、全員にあげたいです、本当に、本当。まあ、生写真、私は生写真写り良くないんですけどね、あんまり、本当に無抽選でもいいレベルです、私は本当に。まあいいや、とか見ちゃう。いや別に最初の方は見てたけど、もう今は気にして別にって感じです。なんで明日押し増し使えないんだろう。なんでだろうね、なんでだろうね、本当に本当に来てくださいね、本当に。滑走路でも来てください。1年度って予約買いますか。ありがとうございます、ありがとうございます。たくさんあったんでしょう。だといい、だといい、だといい。もがめで剣、送ります、送ります、送ります。あ、写真撮れたら送ります。はい、写真撮れたら送ります、きちんと送ります。浴衣は私のじゃないので、うん、滑走路は心配ないでしょ。いや心配というか別にいいんですけど、別にいいね、別に滑走路だったら、別に滑走路だったら滑走路で、今日は来ないなーってだけで、今日も来ないなーで終わるだけなので全然大丈夫です。なので剣を持ってる人はちゃんと来ていただいてください。あ、そう、3日間おしまし使えません。はい、3日間おしまし使えないので来ないで来てください。4部だからね、ちょうどいい時間ですから、3時半からなんで。もばめ取ってからやめられなくなる。あ、消しちゃい。もばめ取ってからやめたくなりま、お試しだとやめたくなりましたって見えちゃった。やめられなくなりましたね。ありがとうございます。去年の写真で、去年、先ほどプラネで、去年の浴衣祭りの写真を送ったんですけど、私はどんなのか、どうなりますかね、わかんないです。どんなのになるかわかりません。
司会のその声方、あら、ありがとうございます。ショールーム名前とは向かりますよ。あの号はいつから無縁です。はい、聞くだけ無駄です。はい、わざと聞いてるのは、わざと聞いてるかもしれないけど、聞くだけ無駄です。メール1日後通、時と場合によりますね。はい、K と G、 多分違うと思うんですよ。違います、多分違いますね。多分全然違いますね。ということで、明日来られる方、明日握手会行きます。あら、6人目くらいかな6人目くらいかな、明日行きます。で、じゃあ明日6人かな、握手会明日6人ですかね。楽しみましょう。名札つけて握手は全然大丈夫です。全然大丈夫ですよ、全然大丈夫です。じゃあね、岡田名物、あの神の6名冗談ですね、冗談ですね、冗談ですけど冗談ですけど、そう、あの、はい、岡田名物、岡田握手会名物の滑走路を楽しんでいただいて、と、そう、押し増しなしの滑走路を楽しんでいただいてください。はい、来てほしいですけど、そう、だから券を持ってる人は来ていただいて、券を持ってる人は来てください。お前こまえ将来防いでございます。うちはもうさ、私のうちわとか、うちわとかグッズとか生写真とか完売してるグッズって大体多分5個くらいしかないと思うんですよ。そう、5個くらいしかないんですよ。わかんないけど5個くらいしかないんですよ。そう、来た、たくさん滑走路っす。滑走路って意味わかってる滑走路っす。もう飛行機何台飛べますかって感じです、本当に。そう、何台飛べますかって感じ、本当に。そう、完売させていただいた時も本当に飛行機3台くらい飛べるんじゃないかっていうくらい、そう、本当に。おばあちゃんのうちはいつも100円、だからそれは6枚くらいしかないからであって、そう、生誕祭の時なんとかプリカかな、なんだそれ。あ、初めてアイミング、ありがとうございます。なんとかプリカ完売で買えなかった、多分それ2個しかなかった、多分それ。ありがとう、買ってくれた人ありがとうございます。飛行機3台と思います、私のね。そう、そう、なので、そう、もう本当にすぐ握手できちゃうから、本当に私の剣を持ってる人は本当に来てください。本当に私ね、コーネと見たことは、それ多分違うレーンです。そう、あの、そう、私の剣を持ってる人は来て、私明日握手会なんで、握手会場に浴衣なんで、はい、明日握手に浴衣なんで、そう、目の前で売り切れですか。3人目になられたのかな、じゃあ3人目でございました。そう、とりあえず私剣を持ってなんてこもやけど、そう、2個の100倍は1000、そう、生誕祭に入って、生誕祭、そう、倍率があったのとか、他のファンの方とかもいるからですね。そう、そうなんですよ、離陸不可能です。離陸不可能。
本当にこれもう本当にもうシンプルに20回以上言ってると思うんですけど、私の剣を持っている人は本当に来ていただけると嬉しいです。他の世代、それは多分他のやっぱいろんなメンバーがいるので、他のファン、他のメンバーのファンの方もやっぱ申し込むから、そう、皆さんありがとうございます、ありがとうございます。暑いですからね、明日も分かんねえ。私の友達が9月生誕祭見て9月の握手券取ってた。友達神ですか。キャンバーチェなんと帰れるやった、あらー嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ明日来られる方、はい、はい、レーンに来てください。ジョルームのフォロワー増えてる、知らない、いや減ってますよ、割と減ってますよ。本当に配信しても減るし、配信しなくても減る、私何やっても減るんですよ、本当に何やっても減る。だから別に増やそうとも思ってないし、普通に配信して配信してるだけです。うん、してもしてがなくても減るので、そうだからなんか別に、なんかもう別に、はい、なんと思ってないです。はい、だからフォローしてくれた人とありがとうって感じです。もう本当に、あの本当にだから剣持ってる人来てください。はい、剣持ってる人はすんなり並んで、すんなり握手して、すんなり帰りましょう、すんなり帰りましょうって言ったんですけど、すんなりなのですんなり握手しましょう。そうね、剣持ってる人は、セブウェイで結構増えてないですよ。そう、すんなりね、来てすんなり帰りましょう。なんか面白いからフォローします、ありがとうございます。1人フォローして2人減り50歩100歩です。明日は握手会に行きますよ、ありがとうございます。飛行機持ってきてください、ちゃんと飛行機持ってきてください。最近レナちゃんの配信見るのが私の楽しみですか。あらー、ありがとうございます。50歩100歩使い方意味が違う。別にさ、意味の使い方なんてどうでもいいんですよ、今のこの時使い方なんてどうでもいいんですよ。それなりに分かりやすくすればいいんですよ。話がまあ下手くそです、はい、ど下手です。あの公園でいつもしらけてます、あのはい、いつもしらけてます、下手です、ド下手です。最近の公演ジャンヌが一番元気ですか。そうですかね、そうですかね、わからないです。握手会10日に行きます、どうもどうもありがとうございます。そう、3日間ね、おしまし使えないからさ、3日間私の剣を持ってる人はぜひ来ていただいてください。今日の飯良かったですか、ありがとうございます、なるほどなるほど、ありがとうございます。
にありがとうございます。あ、久しぶりに吉原静香とジャンヌダルクやってよかった。吉原静香が夜公演のジャンヌダルクの前にめっちゃ叫んでた。そう、なぜか知んないけどめっちゃ叫んでました。そう、なんかめっちゃ叫んでた吉原静香が。めっちゃギャップ萌えですね、あの吉原静香が叫ぶなんて。いやーみたいな、緊張したんだろうね多分ジャンヌに、多分ジャンヌに緊張したんだと思います。可愛い叫ん、可愛いやつですよ、はい、可愛い感じですよ。そんなもう、そんなもうマジで叫ぶみたいな感じで、本当に可愛い叫びですよ。うん、なぜなんゆいりさん、いや、あ、6月、今日から6月はジャンに変わったので、そう6月ジャンだから、なずな、なずなが変えた。日本の6月は、日本の6月、日本だけ6月は英語でジャンです。はい、吉橋さん今日めっちゃ、吉橋ねレスがすごいです、あの子。うん、吉橋レスがすごいですって思う。レスすごいですって、女間とか見てて本当にあの顔でさ、あのキラキラした目でレスされたらさ、そりゃみんなファンになるよなって思って、そう、そりゃ握手会いっぱい来るよなって思って、そう、あんな可愛くてあんなキラキラした目でレスポーンとされたらそりゃつられちゃうなと思っていつも感心してます。本当に そういう握手会売れるわと思って、そう、そりゃいっぱい来るわって思って、別にレーン行ったことないけど、隣になったことないけど、ゆずかは本当にアイドルですね、本当に本当にゆずかアイドルだと思う、本当に本当にゆずかアイドルだと思う、本当にゆずかは本当にアイドルです、素晴らしいです。吉橋と接点全くないです、同い年くらい、仲はいいですけど、仲は全然いいですけど接点もないです。ジョナサンでガチ恋ファンが多いメンバーは、多分大森吉橋でかな、大森吉橋、大森吉橋らへんですかね。そう、吉橋大森は本当に可愛いんですよ、そう、マジで私とは正反対です、そう、だから本当に握手会も本当に売れてる理由は分かるし、あと可愛いも、可愛いが大事です、本当に握手会も売れてる理由分かるし、私がファンだったら買ったか分かんないんですけど、そう分かんないんですけど、そう、可愛いです、本当に今日のジャンルめちゃくちゃ可愛いのありがとうございますありがとうございます。周りに熊の、あ、熊のガチ恋は、熊わかんないです、熊はちょっとわかんないです、はい、熊のファンはバネしてるわけじゃないんですけど、マジであのキャッチフレーズを
信じている人が多いかなって感じ。よく質問で本当にしおりちゃんってキャラなのみたいな、本当にしおりちゃんのクマってキャラなのっていうのが来るから、ああ信じてるんだけなげだねって思うね。そうだよねって思うね、けなげだねと思う。素直な人が多いんじゃないですか。本当にそう、本当にけなげな方が多いと思います。そう、あのハータンとたまにハータンのファンとか、ハータンあんまりいじめないであげてとか、ハータンにもうちょっと優しくしてあげてとか、ハータンちょっとハータンに優しくしてあげてよとか、そういうのじゃなくて、ハータンにもうちょっと優しくしてあげて、クマさんにもうちょっと優しくしてあげてっていう、こういうトーンで来る方もいるから、うん優しくするよって言って、ごめんねーって、ごめんねーって言って、ごめんね、心配しなくて大丈夫だよって言ってます。そんなガチじゃないからっつって、そう、ハータンに優しくしてねみたいな感じの感じのは全然、あ、オッケーオッケー、そのハータンに優しくしてねみたいな感じで来られると、はいすいませんでしたって思いますね。はーい、おっせーんと思います。本当にねっつって、そうだ、そういう人たちは多分とことん私のこと嫌いだと思うんですけど、本当にとことん嫌いだと思うんですけど、まあすいません。最近なんてやっと仲良い、それだいぶやばいです。はい、本当に仲悪かったら名前出しませんよ、ステージ上で。ステージ上の名前もさ絡まないし、そう、まず絡み方がまだぎこちなくなると思うし、本当に仲悪かったら、女ってそんな甘くありません。はい、女はそんな甘くありません。嫌いな人は本当にマジで嫌いになります、本当に学校の話ね、高校とか中学の話ですよ。友達しおりちゃんにガチ恋して、しおりちゃんの方がガチ恋のかな。そう、そう、だから恨みを買わないように頑張ります。本当に学校の話じゃない、学校です。 AKB のメンバーは本当にみんな楽しくて、本当に皆さん大好きです。6年間女子校、女子校ね、やだね、そんなね甘くないよ、そんなね、仲良い仲悪い、普段仲悪いのにステージ上であんな仲良くできるなんて、女優じゃないんだから、女優でもね、ちょっとぎこちない空気感出るでしょ。本当。そうなんで、本気にしないでください。じゃあ先輩が苦手な先輩したの。そうなんだ。すげえな。ということで、明日本当に本当に押し増し使えないので、はい、本当に押し増し使えないので、本当に押し増し使えないので、本当に来てください。だから素直な人が多いんだよね、きっと。そう、素直な人が多いんだよね。本当に仲悪かったらステージ上で一切目回せないし、一切口も聞かないと思う。そういう人いないけど、そういう人いないけど、AKB のメンバーは本当に楽
楽しいし好きですから、そういう人に、ね、学校でそういうのがあったよって、そう学校とか、そう高校生の時すっごい嫌いな人がいたよって話ね。そうこういう話をするとアイドルがそういう話をするものじゃないっていう人出てくるかもしれないんですけど、学校の話ですよ。そうそう、特に私は感情というかすぐ態度に顔が出るので、そう分かりやすいと思うんですけど、そうで本当に明日おしまし使えないので、はい、おしまし使えないんですけど、滑走路の危険が今、はい、滑走路の、はい、危機が待っておりますので、はい、私の剣持ってる人本当におしまし使えないので、本当におしましありにはできないので、はい、おしまし使えないので、3日間おしまし使えないので、はい、本当に危機が迫っております。本当にね、そう本当に7人くらいしか来ないかもしれないんですけど、本当に7人くらいしかもし来なかったら本当に私はいじめと認識しますそういじめと認識をしてます。そう7人くらいしか来なくて本当におしましなぜ使えないの、おしまし使えなくて7人くらい来なかったらいじめと認定しますので、そういじめと認定します。はい、いじめと認定させていただきますので、まあ、そう私の件を持ってる人はそう来ていただいて、はい、私の件を持ってる人はちゃんと来てね、そうそうですね、はい、おしまし使えないんで何度もいいんですけど、はい、なんなら本当に写真撮りますよ、レーンの写真撮って本当にプラミに送ります、本当に、そう本当に、そうってことでさよならさよなら、本当にそう明日は本当におしましに使われることはないと思うんですけど、あんまり多分ね、おしまし使える子があんまり基本的に比較的少ないので、そう比較的少ないので、おしまし使われることは少ないと思うんですけど、だから干すことはないようにしてください。はいはい、干すことはないようにしてください。本当に、はい、本当に本当に4部です。本当に本当に、そう明日本当に浴衣なので、本当に押しまし使えないので、本当に7人くらいしか来なかったら本当にいじめですか、いじめと認識しますか、私は本当に、そう、ね、いじめの定義分かってるんで、そう分かってるので、ということで、はい、押した押しまし使えないので本当に、13アトムさん、12位ブッコンさん、10位シグマさん、10位ラメナツさん、9位バシグさん、なんだ8位マトワさん、7位オリプコさん、6位アヤカンちゃん、5位ペリペリさん、4位テクニさん、3位サカナさん、2位トコワテさん、1位ケイシーさんでした。まあ、私とおしまし使えない、まあ、ありがたいんですけどね、本当に私のチケットをね、そうおしまし使えなくなる、おしまし使えないくらいね、そうおしまし使えないくらいご購入してくださった方は本当にありがとうございました。あとは来るだけですあとはレーンに来るだけです。はい、本当にそれだけはありがとうございました。さよなら、寝ます。